自民党のののの派派閥の政治資金問題にに、ついて、茂木幹幹事長は処分の決定ををを前に安倍派の幹部らからか再び聞き取りを行う考えを示しましまた。茂木氏は聞き取りの対象について特に事情を知っているであろう方を想定すると述べました。 安倍元総理の死後にキックバックが復活した経緯の証言が食い違う塩野谷氏、下村氏、西村氏、世耕氏の4人などが対象となる見込みです4人には選挙での非公認などの重い処分が検討されていて聞き取りは処分の前に離島など自ら身体を判断するよう促す狙いがあります